8月24日は伝統的七夕の日もともと七夕の行事は7月7日といっても現在使われている暦ではなく退院・太陽暦、いわゆる旧暦の7月7日に行われていましたそこで伝統的七夕の日に明かりを消して夜空を眺めようと呼びかけているのが 伝統的七夕ライトダウン20 2012年の伝統的七夕の日は8月24日梅雨時の7月7日よりは晴れやすく月が夜半前には沈みその後は月明かりの影響がなくなって夜空が暗くなるために天の川を見やすい条件となります 彦星天の川そして上限の月明かりを消して眺めようつながろう七夕蘇みれ天の川伝統的七夕ライトダウン